はい、行った第5号っていうのは、ね、やっぱ長時間引っ張りました、行きましたね、伸びる入った、ドラッグ高く上がった、行った、感じかは分かりませんけどね、はい、高々と上がって打球が伸びてスタンドドラ、行った、文句なし、高く上がってどうだ、スタンドまで行きそうです、レフトへ見送った、ね、はい、さあどうだこの打球は、ライトスタンド一直線、ワインダップモーションからライトへ飛んでホームラン間違いなし、大きな当たりレフトへ、いたと思いますね、サンプルユーファン、ライトへ野村の打った同点、いい当たりだ、プエタか、プエタがスリーラン、これはヘッド動きませんと、まだヒットがありません、このフォアボール、おー、これも伸びていくぞ、今日はまあ、ちなみに言えば別人だと、あーしかしこれはいったでしょう、文句なしホームラン、レフトへ、右から中畑、おっとこれは鋭い打球でホームランでしょう、岡田がスリーランを打ちました、あっと、どうですか、レッドスタンド一直線か、入りました、ホームラン、打った、今ゆっくりした、さあ、これもいった、距離は十分、入った、力が出るんですがね、レフトへ、文句なし、5階席打った、ローズは走らない、初球から行った、これが見送るだけのビットリレフトへ、見送った、もうファンは立ち上がっている、ボール球を振らせます、上原、いったか、右中間、
そうそう、この前篠塚に打たれた。練習をするタイプですからね。大きな当たり、どこまで飛ぶのか。5イニングという形になりますね。さあ打って、これは左中間、また行ったか、横浜スタジアム。さあランナー2人スタート、打った、高く上がってボールが伸びればホームランになりそう。あっと一発、高く上がった、見よっ、潰さなきゃスタンドまで行った、打ち上げた、ガーン届いるライトスタンド、必要なんです。ボルツ、あーっと、これはモンクラッシュ、左中間、おーっと、実に大きな、これはセンターライトコインによいった、鋼の体バトロック一戦、あーこれはいったでしょう、ライトは全く打った、レフトへ上がった、レフトが追いかけるが飛び込んだ、ね、あーっとこれは完全に見送って、うわーっと上段。